วันนี้วันนี้จะพาทุกคนมาชมโครงการ The Base เพชรบุรีทองหล่อซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งสร้างสดๆร้อนはい、どうも、りです。本日弾いていくのは、こちら北川菊池名探偵コナン、グッドデイ、グッドトラベルはい、というわけでですね、今回は、セガラッキーくじから、名探偵コナン、今年も発売ということで、こちら弾いていきたいと思います。コンセプト、旅行ということで、今回ね、総勢8キャラクターの書き下ろしとなっております。イェイ！早速上位賞からね、さらっと、商品見ていきたいと思います。まず、劇場版賞。劇場版ね、さらっと商品見ていきたいと思います。まず劇場版賞、劇場版名探偵コナン100万ドルの道しるべ学入りや、100万ドルの道しるべ学入りアート。はい、いつも通りね、ティザービジュアル、こちらが劇場版賞。続いて S 賞がグッドデイグッドトラベル学入りアート、こちら劇場版賞と同じ A4 サイズ、今回の書き下ろしイラストとなっております。続いて A 賞から C 賞がぬいぐるみ、コナンくん、キッド、ヘイジ、こちら3種類となっております。なんとなくね、コナンくんもヘイちゃんもね、なんか幼稚園児っぽいよね。幼く見える。続いて D 賞、キャリーオンバッグ。さあ、こちらで折りたためるめちゃくちゃ便利なバッグとなっております。続いて E 賞、アクリルスタンドポーチ。これアクスタ収納用ってことはもう推し活グッズだね。続いて F 賞、アクリルスタンド全8種類。こちらブラインドパッケージ。そう、このアクスタがね、何本アソートされているのか、とても気になるところ。続いて G 賞、ぬいぐるみマスコット。もみじさん、いおり、この2種類がねプラスでアソートされております。続いて H 賞、ミラー、こちら全1種類、今までのコナンのくじでなかったやつだね、珍しい。続いて I 賞、アクリルブロック、こちらもブラインドパッケージ全10種類、まあ、ミニキャラのちっちゃいアクリルブロックっすね。続いて J 賞、缶バッジセット、こちらブラインドで全8種類、等身とミニキャラのセット。続いて K 賞、クリアファイルセット、こちら全8種類で選ぶことができます。これがあるからね、早く引きに行った方がいいんだよな。そしてラストラッキー賞、大山先生イラスト学入りアート。今回コナン VS キッドの学入りアートということで、めちゃくちゃ欲しい。さあ、以上がね、今回のラインナップとなっているわけなんですけども、今回問題点がね一つだけありまして、こちらのくじの発売日、私 USJ におります。ちょっとね、僕のスケジュールミスですね。まあ、ただね、 USJ 行けるのはめちゃくちゃ楽しみなんで、まあ、その日は USJ に行って、次の日ね引いて動画をアップされるんだろうなと思っております。で、本題戻ってね、今回は僕の推しキャラは赤井さんだけなんですよ。愛ちゃんがね今回入ってないんで、赤井さんだけということで、まあ、一番の狙いは赤井さんのアクリルスタンドで、あとできればあの D 賞のキャリーバッグ、そう、これめちゃくちゃ便利じゃない？これもねちょっと狙っております。で、毎年恒例なんですけども、今回引く回数はアクリルスタンド3本以上引くまでね引きたいと思っております。まあ、もしね、イトーヨーカドーに行って、もう残り本数少なかったら、もうラストラッキー賞ゲットしてね、戻ってこようと思っております。さあ、果たしていつもよりちょっと状況が違う、今回のくじ引きどうなるのか、発売日の次の日、気合入れて引いていきたいと思います。よかった。まだめっちゃ残ってた。危な。てかさ、これ、キットの劇場場所もあるけど、どういうことだ？これってまだ真っさらな状態。あ、二度目か。初めてです。そういうことですね。あお。あお、ออกเร็วเฉย。มาละน้องนายุตะ。ก็กดครั้งเดียวได้ไปเลยจบๆไปไม่ต้องเลือกเกมรีง่ายครับไปกดรับเพชรในจดหมายใช่ไหมแล้วก็รับเพชรตรงเนี้ยพอกดรับเพชรไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้20โลก็จิ้มไปเลยถ้าเกิดมันออกลุ้งมาก็ลุ้นเอาว่าจะได้ตัวอะไรอ
はい、というわけで戻ってまいりました。いや、まずは売っててよかった。正直完売してるかなと思ったんですけど、2ロット目に入ったばっかりということで、フルロットから引くことができました。まあ今回12回引いたんですけど、はい、狙っていたアクスターはね、しっかり3つゲットすることができました。上位賞からね、今回当たったものを見ていきたいと思います。はい、まずは劇場版賞、1本しかないやつをゲットすることができました。はい、額入りアートね、開封したんですけど、今回も黒縁の額となっております。まあ映画は見てない方いるかもしれないんでネタバレできないんだけど、もう情報量がね、とんでもなく多い映画でした。もう衝撃的なことがね、なんか3つぐらいドンドドンってきてね、もう頭がパンクした状態でね、映画館から出たっていう感じです。まだ見てない方ぜひ見に行ってください。僕もね、2回目近々行こうと思います。といった感じで、こちらが劇場版賞の額入りアートでした。はい、続いて C 賞のヘイちゃんのぬいぐるみゲットすることができました。はい、こちらぬいぐるみになります。いや、いいね、ちっちゃいのと違ってちゃんと洋服がね、プリントじゃないっていうところを見て、ズボンちょっとめくるとね、ほら足がね、ちょっと見えるんですよ。で、顔はね、プリントじゃなくてしっかりね、刺繍になっております。なんか帽子つけるだけでちょっと子供っぽくなるね。まあそれもそれでね、結構可愛らしい可愛いぬいぐるみでした。はい、続いてこちら D 賞キャリーオンバッグ、これもね、狙ってたから当たった時に嬉しかったです。開けるとね、こんな感じで、はい、ストラップ付きです。一回展開してみよっか。はい、展開するとこんな感じ。ちょっと生地のせいでね、すごいシワが目立っちゃうんですけど、すごいでかい。で、この口のところにしっかりね、紐がついていて、こんな感じでね、閉じることができます。で、キャリーバッグの取っ手をね、こっから入れて、まあ突き抜けって感じかな。まあ若干展開した時にね、コナン要素がね、この底とあとここになっちゃうのが若干寂しいかもしれないんだけど、まあ、かなり実用性はあるなと感じました。というわけで、こちら D 賞のキャリーオンバッグでした。はい、続いてがね、 E 賞のアクリルスタンドポーチ、そして F 賞のアクリルスタンドなんですけど、ちょっとこれはね、いや僕は楽しみに撮っておきたいので最後に開封しようと思います。というわけで、1個飛ばして G 賞のぬいぐるみマスコット、こちら1個だけ当たりました。正直ね、これはもう1個ぐらい当てたかった。狙いはね、赤井さん。さあ、というわけでね、1個だけなんでいきます。せーの、はい、お、コナンくん。はい、こちらコナンくん来てくれました。やっぱね、ちっちゃいマスコットはね、衣装がプリント、ただね、顔は全部刺繍となっております。で、一個気になったのが、あの、ここのアタッチメント、なんかボールチェーンとかなんかストラップ的なやつ、俺ついてなかったんだよね。え、みんなついてたんかな。ちょ、僕だけ、ちょっと付け忘れの可能性もあるんで何とも言えないんですけど、これがちょっとデフォルトだったらね、若干悲しいなと思いました。といった感じで、こちらがぬいぐるみマスコットでした。はい、続いてが愛称のアクリルブロック、こちら1個だけ当たりました。狙いは赤井さんで開封します。さあ、どうやって取ろう。 こうやってやろうか。こうやってやろう。いけよ。では、アクリルブロック誰が来るか、せーの、はい、おー、ランちゃん。え、めっちゃ可愛くない、このイラスト。はい、というわけで、出たアクリルブロックはランちゃん。で、このアクリルブロックね、結構でかいし、見て、超分厚くない？これめっちゃ分厚い。今までね、ラバストだったのが多分これになったんですけど、もう断然こっちの方がいいっすね。ちょっと来年もね、これでお願いしたいところです。といった感じで、こちらがアクリルブロックでした。はい、続いてが、継承のクリアファイルセットを3つ当たりました。これ2枚セットになっていて、等身とね、アップの2種類。こんな感じで入っております。で、僕が選んできたのがコナンくん、赤井さん、そしてアムロさんのトリオ。もうこれはね、フルロットから引ける人の特権です。はい、裏面も気になるので、赤井さんだけね、開封してみました。これが見えてたやつで、もう一枚が、はい、全身の闘神イラストです。いや、いいね、かっこいい。遭難しても絶対脱出できるでしょ。むしろなんか一緒に遭難したいぐらい。てか、ポーズで片足上げちゃうあたりね、なんてお茶目なんだと。このギャップもたまらんということで最高なんですけど、まあ裏側ね、はい、こちらめっちゃシンプルなね、2色のロゴだけでした。といった感じで、こちらがクリアファイルセットでした。さあ、お待たせいたしました、ラスト、こちら E 賞と F 賞ね。で、この E 賞はアクスタポーチなんで、これを開けてからどれか入れていきたいと思います。はい、アクスタポーチこのようになっていて、上にナス缶ついてます。で、チャッカー開けるともうこんなに開く、なんか本みたいな感じでめっちゃ開くんだよ。はい、ということで、アクリルスタンド、めっちゃ楽しみ。あー、何が当たる、誰が当たる。1個目いきます。せーの、はい、おー、キット。はい、1個目、キット様来てくれました。まあ、今回の映画の主役の一人ということで、めっちゃ嬉しいです。2つ目いきます。2つ目、せーの、はい、
お、ヘイちゃん、すごい。キッドとヘイちゃん揃った。はい、二つ目、ヘイちゃんね、ジャンプしててね、意気揚々なヘイちゃん、めちゃくちゃ可愛い。そしてかっこいいです。さあ、ついに、ラストアクスタ。誰が来るのか。ちょっと、赤井さん来てほしいんだけど。赤井さんか、それか、まあ、カズハとかね、ヘイちゃんいるから、来てほしいところ。またはコナンくんとかどうかな。いきます。ラスト。せーの。はい、はい、はーい。おー、赤井さんだ。はい、というわけで、もう一番欲しかったアクスタゲットすることができました。いや、マジ神引き。はい、というわけでアクスタを入れてみました。一応ね、アクスタポケットに入れて、手前に缶バッジとあとキャラクターカードを入れてみました。まあ、ぶっちゃけありものでちょっと焦たんで、あんまりセンスないんですけど、めっちゃ推し活グッズになってます。まあ、ぜひこんな感じでね、使ってみてください。はい、というわけで今回はセガラッキーくじ名探偵コナン引いてきましたが、いかがだったでしょうか。今回もラインナップが豊富で、あと雑貨系も入っててね、個人的にはとても嬉しいくじでした。来年の映画ね、もうとあるキャラクターの登場確定してるんで、いやー、もう僕はもう積極的に狙っていきたい。来年のセガラッキーくじも、もう今からめちゃくちゃ楽しみです。こちらのくじ1回700円、全国のイトーヨーカドーセブンイレブンなどで引くことができます。気になる方、ぜひチェックしてみてください。はい、今後もね、コナンはもちろん、いろんなくじ動画、グッズ開封動画とアップしていきます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。The Exit Lag Anniversary is here, and we've prepared a buff to enhance your gameplay.Subscribe for 2 months of Exit Lag and get plus 1 month free. And there's more! You can also enter to win one ROV.